はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もブラックオプス3のこれまた DLC 第3弾目のマップ、バーサクだ。一回もやったことないマップ、バーサクでやっていこう。で、今回またギャンブラーで、ギャンブラーにオーバークロックを使ったので、爆速でゲージが溜まってって、チームデスマッチ。アビリティが使えると思います。というわけで、レーザーバックで。どんなマップだ？こんなマップか。走ってみないと分かんない。ブラックオプス、応戦しろ。雪マップか。あっちに行けるね。あっち行ってみて。ちょっとカクカクしてるな。どっから敵来るんだ、これ。左側敵いない。いた。やられる。ちょっとカクカクしてるぞ、皆さん。いた。ゲイ。こっち行ってみよう。待って、後ろにいるぞ。ゲイ。もう溜まった。ゲイ、惑わさせる。これサイコシスだ。実況が間に合うか、これは。果たして。切れた。あれ、サイコシスってこんな長かったっけな。いない？いる。逃げる。UAV。どう？目の前に来た。ラッキー。で、後ろに。もう一名。で、これは透明化だ。UAV を破壊された。OK。透明。敵がいない。うわ、あそこはすぐ右振り向いた方がいいな。ケアパケ呼ぶ。ケアパケだけは誰にも譲らん。ローリングサンダー、最近ちょっと引きがいいよ。この辺がいいのかな。ちょっと自殺したくないからここにいよう。ローリングサンダーもわりかしカクカクしてるか。大丈夫か。あ、一人しか死なない。ゲイ。こっちから敵が来ることもあんまりないのかな。そんなに広くはないのか、このマップ。裏取りが結構しやすいマップ。リジャックゲット、再選択してもらおう。ヒートウェーブだ。んとこっちか。敵がどっから来るのかさっぱりわかんない。カクカクしてる。ちょっとスルーして、ヒートウェーブどのタイミングで使おうかな。まだちょっと負けてる。フライヒートウェーブ。ヘイ、いてててそっちにいる。ロシアなのかな、舞台は。ロシアかドイツあたりかな。お、いた。倒すね。おっと、味方に詰まった。逃げる。おっと、リッパーが味方とつまらないように行動するのが結構難しい。と、左側から行ってみよう。おっと、強いな。やばいぞ。 UAB、 いない。いた。落ちてった。見事な落ちっぷり。アクティブカモってなんだっけ。あ、そうだ、透明だ。ゲイゲイ。裏を取った。なんだこれは。とにかく使う。ビジョンパルス。もうね、何の能力かなんてもう見てる暇なんてない。
よし、休憩。あ、こっから向こうに行けるのか。なるほど。ほっ、ん？オッケー。さあ、なんだこれは。あ、あちょっと待って、そりゃない。そっか、こういう危険性があるな、ギャンブラー。やっちまった。ユリファイヤー停止、接戦気味。ちょっとこっちから下に行ってみようか。おっ、いない、いた。うん、あー、ダメだった、弾が足りない。トリプルキルしたけど。さて、お、ラップスディプロイシップ味方、さすが、さすが味方。へい、強いレーザーバック。右っ側行ってみよう。へい、ヘッドショット。さあ、これはなんだ、これビジョンパルスと、たくさんいるわな。あー、ラップスだ。ヘイ、アシスト。さあ、あと10人、勝てるかこれなら。なんだこれは、ヒートウェブでした。と、全然見る暇がないこのギャンブラーのアビリティ。さあ、こっちにいるか。差が縮まってきてる。オッケー。うわ、切り替えが早い。あ、ラップスもうなくなっちゃったか。敵 UAB、 大接戦だ。いない。いない。どこだ。いた。うわー、味方ナイス。コンバットフォーカスってなんだっけ、コンバットフォーカスってなんだっけ、コンバットフォーカスって。勝った、回収に備えろ。なんとか勝った。今日、今回騒ぎっぱなしの試合だったな。あ、そうだ、コンバットフォーカスってなんだっけ、思い出せない。そのおもちゃで遊んでな、坊や。それで、バーサクはこんなマップでした。はい、ご視聴ありがとうございました。